サミュエル・ホイは、香港の俳優、歌手。中国・広東省広州市生まれ、血液型 A 型。主に1970年代から1990年代発売かけてに、活動した。二人の息子は、ライアン・ホイとスコット・ホイ、マイケル・ホイ、スタンリー・ホイ、リッキー・ホイ、ジュディ・ホイのホイご兄弟の4、男として生まれる。2歳の時に、広東省から香港に移住。 1967年、英語で歌う、バンド、ンゲ学隊のボーカリストとして、芸能界デビュー。当時開局したばかりのテレビ局、無線電子でレギュラー番組を持つ。1971年には、高校の物理教師だった兄マイケルと司会をした、無線電子のテレビ番組、創生放棄が高視聴率を取り、その人気を、不動のものとする。その後、マイケル、 リッキーと共に出演した映画ミスター・ブーシリーズでは主題歌、挿入歌も担当。それまで英語や台湾からの北京語の歌が主流だった香港音楽界でほぼ初めて関東語の自作曲を歌い、姿勢の人々の視線に立った内容の歌詞と洋楽ポップスの影響を受けながらもどこか哀愁のある楽曲が評判になり、70年代、90年代にかけて、 家臣と呼ばれる、香港音楽界のスーパースターとして活躍する。1986年に映画、飛龍伝説オメガクエストのロケ中に、鉱山病と肺炎を患ったこと、家族と自由で静かな生活を送りたいという意向があったことなどから、1991年に引退したが、引退後も復帰の要請が絶えず、ついに1999年に、 ミュージカルの監督として復帰。2004年に本格的な復帰を宣言。新作をリリースし、香港コロシアムでの大規模なコンサートを長期に渡り行った番外編、ビートたけし。ありがとうございます。